26時間目、始まるよー。はい、ごめん。起立、礼。よろしくお願いします。ねえねえ、宇宙人っていると思います。毎度毎度いきなりだぜ。やっぱり宇宙人はいると思うんですよ。なんでそう思うの？これを見てください。ナスカの地上絵か。これは、ミステリーサークルかな。人が作るには無理がある。そんなの見ると、宇宙人は存在する、って思いません。まあ、確かにそんな気もしないでもないぜ。ということで、今回はそんな、不思議な建造物のお話。おお、モアイだぜ。こないだ渋谷で見たぜ。それは、モアイ像、ですね。あの像は、モアイをモチーフにした芸術作品です。そう？違うものなのか。モアイって宇宙人が作ったわけ。その辺。どう書いてあるのか気になるよね。今回の狙いはこちら。じゃ、まずは教科書読むぜ。なかなか面白い文章ですよね。まずこの文章の種類は何でしたっけ？うん。説明文、だぜ。説明文では、筆者は自分の主張を読者に対し、わかりやすく書かなきゃいけません。そのために文章を3つに分けてたりするんだぜ。小学校で、はじめ、中、終わり、中学校では、序論、本論、結論、だったな。それぞれどんな働きをするんでしたっけ？随分前に習った気がするな。序論では、問題提起、をして、本論でその問題の分析をし、結論でまとめて締めくくるんだな。じゃ、今回の、問題提起。では、どんなことが書かれていたんでしょうね。こうだったぜ。誰が作ったって書いてあったんでしたっけ？こう書いてあるぜ。ポリネシア人だったみたいだな。なんでそんなことがわかったんです？化石人骨、と栽培作物、の分析からだな。なるほど。では彼らはどうやって石切り場から、海岸までモアイを運んだんでしたっけ？こう書いてあるぜ。ヤシの木を使ったらしいぜ。さあ、注目したいのは、その前、です。うん、前、って何？この文章の前に何が書いてあったでしょう。島の東部にあるラノ、ララクから海岸まで、運ぶには木が必要だが、木がない。そこで過去の地層を調べてみたら、大量のヤシの花粉を発見した。花粉がある、イコール木が生えていた、イコール木があった？って感じだな。はい、そこ。作者は読み手である我々にわかりやすく、説明するためにテクニックを使っています。ほほう。まずは、事実、を説明、根拠を示して、その後に筆者の考えを述べています。ふむふむ。全部こんな感じなのかな。じゃあ、次の疑問も見ていきましょうか。なぜモアイが作られなくなったか。だよな。なんだって書いてあったんでしたっけ？花粉量を調べたらヤシの花粉が減った。人が増えたからいろんなことに使ったはず。さらにモアイ運びの頃でも使ったから、木がなくなっちゃったのではないか。まとめると、こうだぜ。さあどうでしょうね。確かに、事実、考察、という風に書いてあるな。最後の疑問も見ていきましょうか。文明はどうなったか、だよな。なんだって書いてあったんでしたっけ？ヤシを切りすぎて森が消滅。そのせいで土砂が海へ流れ出して、土がないから作物が取れない、食料がないから人々の間で奪い合いが起こり、ついに文明は崩壊してしまった。まとめると、こうだぜ。さあどうでしょうね。今回は、筆者の考え、がメインだな。最後の疑問だけ構成が違うようだけど、基本的には、事実、考察、の順で書いているな。筆者が読み手にわかりやすく書こうと。工夫してくれているのがわかりましたね。はい。それでは今回の狙い、論の展開の仕方を考える、は、バッチリではないでしょうか。はい。では今日の授業はこの辺で終わりましょう。ワークは進めておきましょう。いいですね。はーい。はい、じゃ、号令。起立、礼、ありがとうございました。おまけです。よく質問される言葉について、
本文でボーリングと書いてありますが、なぜ島でボーリングをするんでしょうか。ここで言うボーリングは皆さんが知っている10本のピンを倒す球技ではなく、円筒状に掘り進むことです。教科書の注釈をよく読んでくださいね。